ダンマ氷河とは、ユーラシア大陸の西部のアルプス山脈に存在する氷河の一つである。この氷河は、スイスのウーリ州とバリス州とにまたがっているダンマシュトックの東側、つまり、ウーリ州側の斜面に存在している。1973年時点でのダンマ氷河は、約 2.35km の長さがあり、約5.09平方キロメートルの範囲を覆っていた。 ダンマ氷河の起点は、ダンマシュトック東側の山腹の絶壁の下、標高約3300メートルの地点にある。氷河は東に向かって広く雪原のように伸び、その勾配は一部で1、2.5を超える。南には、グレッチホルンとビンターシュトックが隣接する。幅の狭い氷地と綿谷をさらに下り、標高2060メートルで終端に達する。ここからは、 ダンマロイス川が流れ出して、ゲシェネラルプッコへと注ぎ、その水はまたゲシェナーロイス川として流れ、ゲシェネンデロイス川に合流する。ダンマ氷河の北には、ビンターベルク東側斜面上に1、平方キロメートルほどの規模で広がる、別の雪原、ロートフィルンが隣接する。ダンマ氷河は、世界的に様々な手法で研究されている氷河の、一つである。 その規模は1921年から記録されている。中立飛行科大学とその他のスイス、ドイツ、イギリスやアメリカなどの大学との共同研究では、温度、湿度、降水量、周辺大気の窒素含有量、そして末端交代ごとの計測を継続的に行ってきた。1850年代における小氷期の終わり、ほぼ全てのアルプス氷河が過去3世紀中で、 最大規模に達した。ダンマ氷河は現在、ゲシネラルプコがある谷にまで届いていた。1850年代以降のダンマ氷河は、短い幕合の身長による中断を挟みつつ、交代を繰り返している。ダンマ氷河の下にある、モースシュトック上の標高2439メートル地点には、スイス山岳界の山小屋、ダンマヒュッテが建っており、陶器における登山や 当伴の出発点として用いられている。ABC ダメイグルチャーハットレトックス4シュバイツァー、レキシーコン、グラチャコミションデアシュバイセイチェンアカデミーデア、ナッチリ戦車フトン、グレッチャー、シュネウントアイス、セーテナナ F、バーラグシュバイツァーレキシーコンメングス、ジア、ーは、ルゼルン1993、 ISBN3 から952万144から2から7ハットダイタイトフォーム13ノーベンバー2009クライマーンデルズスエンバイムステルベンありがとうございます